みなこんにちは、ハリーです。ポーティーラッシュ投資ガイ、今回なんですけれども、ついてみこちゃん、この超無性キャラクター来たら引きたい、やっていきましょう。現在のところ 5.5 周年のイベントが終わりまして、続きますのは6周年でございます。来年のね、1月頃から6周年が始まるんだけどさ、それまでまだねちょっと時間あるわけよ。その間にチョブ戦キャラクターは過去に登場したキャラクターたち復刻する傾向にあります、ということでまとめてまいりました。こちらです。はい、ということでどうでしょうか。こんな感じがですね、チョブ戦キャラクターたちでございます。まあ、全員僕持ってるので、まあ、一応こちらがですね、持ってるキャラクターたちっていう感じですね。登場したキャラクターかな。まあ見た感じでいくと、まあちょっと時系列は違うんですけども、強いキャラクター、弱いキャラクターいますよね。1周年のキャラクター、シャンクス、黒ひげ、 1.5 周年のビッグマム、2周年のロジャーまで超越戦キャラクターの情報修正が入りました。まあ、続いて情報修正が入るのはおでんだと思うんですが、まあ、おでん赤犬ら変化で、ね、ちょっともう環境が一気に変わって、まあ難しくなったというか、おでん赤犬でさらに加速した感じがするよね。まあ、そんな感じで環境ぶっ壊したキャラクター2体が今後情報修正を控えております。さあ、そんな情報修正を頭に置きながらね、どのジョブ戦キャラクターを復刻したら引けばいいのか、これ見ていきたいと思います。いやー、ちょっとね僕的に欲しいキャラが1体いるんですよ。一緒に紹介していくよ。さすがでこ、まずですね、この中で、すでに環境がいなくなっちゃったよっていうキャラクターたち、紹介していきたいんですけれども、まあ、基本的には、このロジャー、セラビーム、シャンクス、ルッチを除いて、全員環境からおりません。あ、悲しい、なんの拍手これ。いや、マジで悲しいよね。こんなに超めぜキャラクターたちがいて、何十万とかける人がいて、今環境に残ってんのはロジャー、セラビーム、シャンクス、ルッチの4体だけだぜ。きつすぎんだろ、これ。まあこれくらいですね、環境から続々といなくなっていくわけなんですが、環境でさらにきつくなったセミって呼ばれる、もう一瞬で環境からいなくなる、もう本当に使われなくなるレベルのキャラクターたちっていうのもね、ざっと紹介していきたいんですけど、まず1体目がカイドウです。まあ、カイドウさんに関してはもうセミ代表という感じですかね。セミのボスでございます。1週間前後ですね、でいなくなりました。まあ、その理由は、まあ、夢ルフィが登場したことによって、まあ、環境で戦える、最前線で戦えるキャラクターが夢ルフィだったからっていうことと、まあ、あのシンプルにね、ディフェンダー性能としてね、80% 以上体力を持たなきゃいけないのに、まあ、それをね簡単に破られてしまう環境だったということで、まあ、ちょっときつかったかなって感じがしますよね。そしてゼファーさんです。まあすごいセミかと言われるとそうではないです。実際守らなきゃいけない場面ではね、ゼファーさんいないとなんともなんなかったんですが、まあややセミっていう感じでしたね。シャンクスが登場してからそんなに活躍できませんでした。その後もね、キングが登場したりとか、マムが登場してもう見る影もなかったキャラクターでございますね。まあややセミ候補でございます。まあ、効果力に弱かったということで、まあ、欲しい情報修正としては敵虫超過かな。うん、70%、50% 以上でもいいんで、敵虫で 1.5 ゲージ作れるようになったら結構変わるんじゃないかなっていうキャラクターですね。情報修正来たら僕は引こうかなと思ってます。そして青ヤマトです。まあ、そもそも環境にそんなにはびこらなかった。青アタッカーとして登場しちゃったんで、ゲッターじゃなかったからね、マムをそんな攻略できなかったんでね、1.5 ゲージを。ただマムを KO することに関して、まあ、その他ね、カイドウとか見るときにはめちゃくちゃいいキャラクターになってましたが、まあ、そこまで環境に必要とされてなかったキャラクターでございます。まあ、アタッカーキャラクターっていうのはちょっと廃れやすいっていう傾向も見えてきたね。今年に入って5周年2体います。まずエース&ヤマトでございます。エース&ヤマトはロジャーが登場したことによって一気に使われなくなりました。ルフィが登場したことによって、まあ、そもそもきついよということになりましたね。状態異常がきつかった。まあ、周期は白属性で多段攻撃で、まあ、効果力でシールドも破ってくる。そんなキャラクターになってましたのでね、きつくなりました。さらにきつくなったのはこの白ひげです。この白ひげはもうロジャーが登場したことによって守れなくなったので、まあ、ロジャー環境の登場という形になりましたね。ロジャーのダッシュ能力を防ぐことはできませんでした。という感じでですね、まとめてみますと、まあ、基本的にすぐ廃れる傾向があるのはディフェンダーたちということが分かってきたと思います。白ひげ、ゼファー、カイドウと。まあ、ディフェンダーたちが登場してる中で、一気にきつくなったキャラクターですよね。すぐに廃れております。その他ね、ディフェンダーが活躍したのは、セラフィム、黒ひげ、マム。ということで、まあ、五分五分ですね。いいキャラクターもいれば、悪いすぎるキャラクターがいるということで、顕著に悪いのが出てくるのがディフェンダーです。そして、二つ目の特徴としては、アタッカーキャラクターですね。アタッカーキャラクターは、エイサン・ネマトをはじめ、そもそも環境に入ってこなかったジンジュ・ヤマト、そして、いつの間にかいなくなってたレッド・シャンクス、マムが登場した後から、さっぱり見る影もなくなりました、青・シャンクス、などなど、
アタッカーキャラクターたちに関してはすぐに廃れる傾向があります。ただ流行り廃りというのがありまして、ロジャー環境の時にまたシャンクスが出てきたりゾロが出てきたりということで、環境によっては活躍するキャラクターもいるという形がアタッカーとなっております。そして基本的に廃れないというのがこのゲッターたちですね。まあ、ゲッターに関して今シャンクスが歌に攻略されてきついんですけれども、まあ、それでもまだまだ活躍できるキャラクターで、きついよって言われるキャラクターが登場しても環境に居続けられる理由としては、まあ、ゲッターとしてね、パターッシュゲーですから必要な役割なので、まあ、環境にはいるっていう形になっております。なので、まあ、優先順位としてはゲッター、アタッカー、ディフェンダーの順番で引いていくのがいいというのを見えてきております。そして挑戦キャラクター復刻したら誰を引いた方がいいのかって話なんですが、まあ、基本的にはまさに今言ったゲッター、アタッカー、ディフェンダーで引いていくのがおすすめです。特に今めちゃくちゃ私が欲しいキャラクター、そして今後も活躍できるキャラクターっていうのがルッチでございます。ありがとうございます。いやーめちゃくちゃ欲しいのよ今。なんでかというと、ウタちゃんに対して強い、セアフィムも見れる、ロジャー船長も見れたりとか、ゲッターキャラクターとしてね、今隠密行動する機動力っていうのがすごく求められてます。今で活躍してるウタちゃんの特徴を見てみればわかるんですけど、まあ、機動力があるよね。とにかくトリコアトリートですごい移動できるし、バリアダメージを持ってるんで、まあ、ほぼルッチみたいなもんですよ。まあ、移動しながら攻撃するか、移動し終わった後に攻撃するかの違いなんですけどね。そんなウタちゃんをですね攻略できるのがルッチなんですよね。トリコアトリートとかのウタウタの状態異常とかも効きません。80パー短縮できます。さらにウタちゃんはゲッターで旗を取られるんですが、ディフェンダーになっちゃうんですよ。強制的にお宝エリア内にキャラクターにですね攻撃をすれば回復していきます。さらにハドウタの特徴としては、このカボチャの方で吹っ飛ばすっていうのがまあ一個特徴としてあるんですが、ルッチはですね旗ダッシュしてるとき吹っ飛ばないで旗を握り続けることができます。よろけずダウンするんです。吹っ飛ばされない、意外と注目されてないんだけど、状態異常とかでしかね対抗することはできないというのが特徴的なキャラクターになってるので、まあ、結構優秀なんですよね。ということで今環境にめちゃくちゃ活躍できる要素を持ってるのがこのルッチでございます。ただまあ今後ね復刻するんだとしたらシャンクスもね狙ってっていいと思うんだよね。このキャラクター確かにウタちゃんが登場してきつくはなったんですよ。ただ破棄解除を持ったキャラクターとか登場するまでドリーみたいなフェセンキャラクターでも対抗できてしまうので、確かに引く価値がないと言われると引く価値はないかもしれません。ただ今後ねちょっと見てほしいのが、次登場するのが能力者キラーなんだよね。現状環境にいるキャラクターまとめてみると、はい、ということでこんな感じになっておりますと。まあこれがね今の環境キャラクターたちなんですが、こんな感じですね。まあブロギーは入るかな。まあこんな感じのキャラクターたちを見た時に、能力者のキャラクター誰かというと、ウタちゃん、ルッチ、ジャブラ、ブルーノ、セラビム、ルフィということで、なんと10体中6体も能力者なんだよね。でこれらのキャラクターたちが能力者キラーのキャラクターが登場していなくなるとなるとさ、いい能力者のキャラクターたちが活躍しそうじゃない。なおかつ緑キャラクターで能力者のキャラクターが登場することになれば、まあセラビム、ウタっていうねこの最強キャラクターたち、そしてブルーノ、ここら辺も対抗できるし、能力者キラーだから、まあ、ルフィとかジャブラも抑えられる、同属性だから火力は入りそうだしね。となると、まあ、ここら辺のキャラクターたちいなくなる、プラスルッチもいなくなるし、得意属性だからロジャーとかもいなくなると考えてみるとさ、プロギーもきつそうだよね。だからシャンクス、白シャンクスまた上がってきそうな感じするし、まあ同属性だから火力入っちゃうけど、シールドとかなければね火力を上げていけるロジャー船長とか、まあここら辺しか残んなくなるんだよね。いやこれ考えたらさ、ちょっと能力者キラーの対抗キャラクターを引くのもいいんだけど、まあ白シャンクスとかを狙ってね、まあ今から育成しておくっていうのもまあ一つ手なんじゃないかなと思うよね。これちょっと悩むね。めちゃくちゃ楽しみじゃない。一応まあ能力者キラーのキャラクター候補として挙げられてるのがこの黒ひげだよね。四皇黒ひげまだ登場しませんから。なんでね能力者キラーかっていうと、このキャラクター特性とか見てもわかるんですけど、能力者の敵に攻撃すると与えるダメージで 30% 増加していくんですよ。でなおかつ、まあ、この自チームのお宝エリアっていうのが自分がディフェンダーだからついてるけどさ、これがさゲッターとかアタッカーのモードにつけばさ、敵チームのお宝エリアにいる時みたいな感じになりそうじゃない。その後なんかディフェンダー対抗になってたウタちゃんみたいな能力持ってたりとかね、全然ありえると思うし、このスキルの方のねクローズ与えダメージ 200% 増加ですよ。いやこれもね持ってくると思うんだよね。いやめちゃくちゃ楽しみじゃない。黒ひげやっぱ6周年かな。四国黒ひげね、まあ非能力者のキャラクターに関してはわざわざねシャンクスを引かなくても、今日のアニマンとか見た？ガープね。いや
ありえそう。ガープとか、ガープなんてさ、ギャラクシーインパクトとか使えばさ、シールドのみならず障害物貫通とか持てばね、ウタちゃんのカボチャとかも貫通できるわけなんで、いやシールド貫通とか全然ありそうだけどな賞味な。だからここら辺のキャラクターとかも対抗してくるんじゃないかなと。能力者を対抗できる非能力者として登場するんだったらね、ガープ登場してもいいんじゃないかなと思うわけなんで、いやちょっとこれ楽しみですよ。さあということで、どうでしたでしょうか。現状ですね、復刻したらまあやっぱ引きたいキャラクター第1位はやっぱり個人的にピッチなんですよね。80レベルで欲しいですし、あとはね能力者のキャラクターなんでね、能力者キラーがきついんですけど、まあ、ただね状態異常 80% 短縮とか持っておけばね、フローズとかの闇状態とか振動状態多分持ってくると思うんで、そういうのも 80% 短縮できるはずですから、まあ、もう楽しみですし、機動力でね、そしてステルス能力、ここら辺のゲッター性能に関してはやっぱね変わりキャラクターがいないんで、ルッチ持っといてもいいんじゃないかなと思うわけなんですよね。ゲッターアタッカーっていうところはちょっと刺さってるかね今の環境ね。ということで僕はルッチを引こうかなと思います。まあ今後を見越してねシャンクスを引くのも全然いいと思うので、ぜひみんなどのキャラクター引こうと思ってるかコメントで教えてください。まあ、個人的にはまあシャンクスもいいけどルッチもいいんじゃないかなと思ってますよ。そしてまあ現状ね、まあ、2000個ダイヤあればウタちゃんが当たるんで、まあ無課金以上の人とかだったらね、こういう超越戦キャラクターたちを狙うんじゃなくて、今環境でめちゃくちゃ強いウタちゃんを2000個でゲットしておくっていうのも一つ手だと思います。今ね1000個くらい余るくらいかな、3000個くらいダイヤがある人に関しては、まあ素体だけウタちゃんゲットしておいて、1000個1000個100個2000個くらいはダイヤを残して次の6周年にね貯めていった方がいいと思うので、まあそろそろね貯める時期かなと思いますよ。次の動画とかではね6周年のダイヤまとめ作っていくんで、ぜひそっちも参考にしていってください。見ていきましょう。ということでお会いしましょう。でもだ。さあということで、僕がめちゃくちゃ欲しいルッチ使っていきますよ。いやー本当に欲しい豪キャラクターマジで。一回これ取っちゃおうか。シャンクス来たね。さあさあさあ取っていきますけど、どっちから通過。あ来た、カムサリね見えてるよ。全然大丈夫。シャンクスはね苦手なんです、ルッチは。まあ、状態異常のね爪痕状態入れちゃうと回復しちゃうし、スキューには短縮しちゃうんで。おーナイス、こんなに削られるんだ。はいもう一回、もう一発通常でよ。オーケーナイス、KO できたのででかい。シャンクスに譲って、あとはこいつだな、狙うべきはシールドバッター。いやウタちゃん見れんのマジででかいような、こうキャラクターな。しっかりとワリアダメージ入れていく。吹っ飛ばないけど、まあこれねダウンできるのでかいよ。はい OK ナイス、ここも入れ、いやマジか、スキル値使えない。カボチャ来た、まあこれはもう仕方ないかな。お、なるほどね、そうかダメージ当たるとか。ナイスナイスナイス、これはでかい。カボチャ削っておきたい。カボチャ削れ、カボチャ削れ、カボチャ削れ、でかいでかい。こうなったら勝ち。回避回って、はい、あざした、回復する。まあ、KO するときはアタッカーモードに回復するためにね、こうしっかりとここ入れていくよ。突っ、ナイス。いやめちゃくちゃ強い、ルッチがやばすぎる。マジでみんな誰引くの、あの超越戦キャラクター復刻したら。いやもうね個人的にはもう本当に欲しいキャラでいいと思うんですけど、やっぱりねせっかく行くんだったらね活躍できるキャラクター引いてほしいからね、みんなにもね。やっぱりだからルッチとかシャンクスとか引いてもいいと思いますよ。ちなみに僕はあの80レベルなんですけど、このルッチあの100レベルのチケット使って100レベルで今使っております。やっぱね強すぎるね、ここしっかりドロー交換。いやまあ爪痕状態入れちゃえばロージャンを見れるから、うーん強いねやっぱりこのキャラクター。はいしっかりとルッチロージャン頼んだよ。ロージャン入れちゃってナイス、これいけんじゃねえか。いやまあシャンクスはきついな、まあこれ KO できるよ。ナイス、そうじゃもうあとは俺は一回逃げて裏に行っちゃいますか。1万スコア出るんじゃないかこれ、1分で5900出そうだなこれな。ロジャー、ロジャーじゃねえや、ルビーか。 OK ナイス、 OK やったのはでかい。一回こう回復入れてスキューニで回復するのは忘れたくないよね。で70倍以上は大丈夫ですね。はい出しとくのも下がらない。いけるよいけるよいけるよ。あルビーリスポーンしてんのか。まあ、状態以上いられるのちょっときついんだよな。うん、だからまあ吹っ飛ばしとかね、キングオンぐらいにだるいんで、ここくらいたくない。いや、マジか、だるいな。まあ、アタッカーモードになって、オッケー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 、いける、間に合う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 。はい、オッケー、ナイス。で、会議した、終わりと強すぎる。やっぱりね、アタッカー廃れやすいな。ゲッターのルッチは全然廃れないよな、こう考えてみるとな。いいよ、ブースト中だから白角も入るよ、ダメージ。はい、全然大丈夫、いける、まあ、強くない。ちょっと待って、今通常で蹴った。いや強すぎないこれ。1枚いくぞこれ、出るぞ。はいここオッパー、いやナイスー、はい強い、出るんじゃねえかこれ1枚、いけるよ、出ました